ずっと一人で喋ってたよ。寂しい。めちゃくちゃ喋ってたよ今。これまた言い直すの？あの今日はね、あの真珠を真珠をねライブでやってみようと思ってね、張り切ってんだけど。変な汗出るわ。ちょっとね、前回のライネルを倒した動画がちょっと間違って消しちゃったからね。あ、動画じゃない、配信を。あ、ごめん。あ、間違ってよ。すいません。完全にマイク入ってると思ってた。赤き尽きないよ。あ、燃えちゃった。そうなんですよ、ナボリス。ちょっと緊張してる。あ、ペコ太郎逃げちゃった。あの砂漠あんまり好きじゃないわ。あのビリビリしてるからさ。え、みんな苦戦したの？え、それは真珠の内部の謎解きが難しいとかそういうあれですか？内部やばい。ドツボにはまると私すごい長いからね。先輩方に聞いちゃうかも。ぐだっちゃうとさ、やっぱりやばいからね。あ、そうなんだ。やっぱり敵倒したりとか。あ、そうなのか。じゃあちょっとペコ太郎ここにいてもらうとして、じゃあ行きますかの。あ、ここ行きたかったな。あの市から村のお姉さんがいるんだよね。フィールドのリセットのために。あー、なるほど、リセットな。なるほどな。この服じゃなくてもいいのかな。これ強化できなかったんだよね。うわー、すごい。なんか絶対あるよな、いいもんいっぱいあるよな。お、あー寒い。ブル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 。これいいよね、ブルブルしてるの。これ着ればいいんだ。配管よし。いたー、ここらー。あ、マジですか。え、男性用欲しい、男性用欲しい。中かな。でも中は、中に男性用あるって変だ、変か。あ、ツナザラシ、ダコ、タワのここら。ちょっと一瞬中見せて。チラッチラ見。ヒエルスノーロシ。あ、上から行けばいい。俺に男性用があったのか。じゃあガノンが着てるかもしれなかったんだ。駅の通り道。あ、これ時間かかりそうだからやろう。これは動画でやろう。動画かまた別の配信でやろう。なざらし。お、お、これいけんじゃねえか。おお。おおおおおお。いける？いける？いける？いける。これって縦の耐久減ってんのかな。はい、よし。はい、ねえ、これ気持ちいい。ありがとう。お姉さん、お姉さん、あ、いた。力村に来て。ハウだ。だ。だがついてるよ。ああ、せっかく来たのに寝てる。朝、朝。朝にしよう。あ、ちょっと、怖いから、俺の、
これ作る。イエーイ。朝まで。砂ざらしがあれば、あ、でも帰りはワープがあるのか。どこにでも行ける。あ、お姉さん。サボった。サボった。サクサク。かわいいバーイに。あ、そっか。私今バーイだった。ボーイハート。はい。お互い頑張りましょうね。この人もボーイハントだから。似つかわしいボーイ。何？まさか私のことじゃないだろうね。バビスケみたいな人を見つけるってこと？バーイ。あ、いい絵かな？あれ？聞き間違いかしら？あら、そう。ああ、どっかにある。あれ？ん？なんでだ？あれ？なんでダメなんだろう。この人だよな。だがついてるもんね。わーい。あ、わかった。あ、服ね。服か。おう。待ってろ。男らしい服を着てやるから。これかな。男らしいのか。ちょっとこのミステリアス感を出してみよう。こんにちは。うん。うん。アピールしてるね。何気に。いるよ。じゃあ、リンクのこと。木座を進めてんの。あ、作業着を繕ってほしい。あ、でも榎田を。おいおい、リンクさんマジでか。まあ美味しそうだしな、頭が。あー、めちゃくちゃ遠いよ。大丈夫かな。うん、ボーイハン、ボーイハンとか。ちょっと行ってみ。ゴロン族もいるよ。うん。うん、案外あっさり決めるな、この人。宿女行くよ。そうだね。よかった、無事行きましたよ、あのお姉さんは。ちょっと待った、ワンちゃんにあげてみようか。あ、えのきだに。で、次は人族かな。ワンちゃんはよ、ワンちゃんはよ。お、いったいった。何を掘り当てるのかな。おお、賢いぜ。よかった。ごめんね、逃げちゃうんだよね、これやると。おう、攻撃アップだぞ。やったぜー。今から行くのに使えってことだな。すごい、強いのばっかし。よっ。これワンちゃんがに餌をあげるとここに湧くのかな。おお、テリー。また女装しなきゃ。男子用が欲しいぜ。行くわよ。緊張する。どんな英傑だろう。女性ってことだろうね。つまりもう入れるから、んちゃらっす。どうもどうも。
ちょっと服よか。サボった。華奢なハイリア人がよくこのゲルドの町に来られたもんだに。うん。この真珠がここにやってこないって保証はないからね。確かにね。別に攻めてくるわけじゃないんだね。族長様。うん、あれ。うわ、ルージュ様だって名前が綺麗だね。立派な族長様がいらっしゃるんだ。へえ、会いたい。先代の族長様が若くして亡くなられてしまった。あららら。一人娘だったルージュ様に王位が継承されたばっかりなんだ。ええ、かわいそう。大変じゃん、いきなり。あははは。珍獣？うん。珍獣とか聞いちゃってるけど、実は知ってるから。いきなり現れた。やっぱり最近現れたっていうね。ほんとだよね。風で倒れたらやばいよ、あれ。近づいたら雷にやられる。それをどうにかしたいわけだね、きっと。族長様はあれは100年前までは、この辺りの守り神だったとおっしゃってるけど。うん。にわかには信じられないよね。うん。あ、これ聞いたな。かわいそうだなって。あれだ、うん、なんか、スティックがすごい速さで動くんだよな。うん。はーい。これは男よ。話す。バーサーク。はい。うん。女のより男用。クリーンしないとかな、もしかして。お、アマやんけ。あ、ゲルドのナイフだ。弱いけどかっこいいよね。あ、でも弱いな。持てんねや。ふぅ。お、やった、100円だ。お、あ、ここで育ててるんだ。綺麗なお水。砂漠なのに綺麗なお水。あ、すごいじゃん。水がすごいよ。おお、気持ちよさそう。シャバシャバシャバ。あれ、アジン？ニヤリだけ。どっかだけ。この人、おばあちゃん？おお、ヒール大丈夫？はーい、サボったサボった。私の母さんがよく言ってたよ。使うにはキノコ料理がいいってね。あ、そうなの？知らなかった。カレー香りキノコ炒め。カレーの香りがするキノコ炒め？ゴロの香辛香とキノコさえあればできる。へぇ！どれどれ。ないね。作るとこ。あ、木の矢がない。そういえば。全部よこせ。はい。うん。ずっとよこせ。なんだい？ホテルオアシス。マジか、オアシスか。いい名前じゃん。すごいな、防犯意識ゼロだな。ハロー。バーサーク。あなたもアローマさんの噂を聞いてきた口？アローマさん。彼女のフィンガーテクを受ければ、身も心も生まれ変わる。マジかよ。なんだ？マッサージ？あー、イライラするわ。マウント取ろう。気持ち悪かった。あー、リンクガサガサしてそう。全然気を使わなそうだからね。あ、騎士だから。笑顔のは似合ってるよ、君には。タバウマだってすげえ名前だな。怒らせんじゃないわよ、これ。ダメだ、これ。お、なんかかっこいいな、おい。うわ、なんかかっこいい。お、うん、お願いします。あ、困ってる。サボ、あ、なんか言い方がすごいセクシー。サボった。あ、私さ、やっと運命のボーイを見つけて。へえ、へえ、おめでとうございます。幸せってやつをやっと見つけたところなんだ、うん、なのに旦那がちょっと厄介な病にかかっちゃってね。あららら、モルドラジークの肝がないと治らないってんだよ。なんだモルドラジークって、初めて聞いたんだけど。でも私の力ではあいつを倒すことなんて到底できないからさ。兵士さんたちならって思って頼みに来たんだけど。今は大変でそれどころじゃ。あー、神獣がね。凶暴ボスケライネル的な。マボリス攻略次回になる。あ、ほんとだね。こんなことしてる場合じゃないよ。もう10時だよ。ちょっとこれ聞いたら急いでいこう。いやー、つい寄り道しちゃうんだよ。そんなつもりないのに。振動に敏感、近づくものは何であれ襲いかかる。すげえ暴れん坊じゃん。一人？まさか砂ざらし？
死んじゃう。これは私が取ってこいってやつやな。気になるが、またまたね。お、近っ。なんこれ、もうスイッチみたいな、なんだい。あー、なんかやばそう。なんか長くなる予感しかしない。お、なんかすごい。あ、綺麗。ちっちゃ。あら、あ、かわいい。ルージュ、え、めちゃくちゃかわいい。青いね、唇が。旅のものか。あ、喋った。わらわに何か。え、唇が青くてこんなに可愛い人初めて。珍しいものを持っておるようだな。シカストーンかな。隣の人も強そう。ああ。すいません。うん。ユーラ、かわいい名前。このものはただの旅人ではないようだから、ちょっとしたリンクです。お前、名を何と申す。リンクです。おう、リンコです。追い出されるよ、リンクとか言ったら。リンコって言っとけ。わらわに用があって来たのであろう。リンク、お前の話を聞こうではないか。心中に乗り込みたい。男らしいな。え、12歳。まあ貫禄ある。可愛すぎる。ナボリスに乗り込みたいだろと。あれを制御できるのはウルボザ様と同じく。え、ウルボザ様。ウルボザ様ね。英傑。うんうんうん。私なら会話できるのよ。うん、いや待てビュー。母様が言っていた。9年前ハイラルの姫が倒れた剣士を眠りにつかせた。確かその剣士をそのものと同じリンクというな。この子頭いいな、よく覚えてんじゃん。12歳でにわかには信じがたいが、しかしアイリアの英傑は伝説の剣を携えていたと聞いています。持ってくるの忘れた。行ってくるの。まあでももらえない気がする。まだこの者はそれらしきものを持っていないようです。うん、仮面ですね。うん、確か大魔の剣と言ったか。アイラルの姫が迷いの森に封印したと聞いている。だがこの者が腰につけているものはおそらくシーカー族の遺産であろう。おお、すごい。よくお分かりで。彼らがあのような代物をそうやすやすと流れ物に渡すとは思えん。うん。ただそうなれば英傑の中にハイリア人のバーイでは、バーイはいなかったはず。殺される。笑ってるで。かわいい。だがお前が英傑であるというなら話は別じゃ。うん、英傑制服あるよ。ウルボザ様の友を手荒には扱えぬからね。おお、もしかしてリンクは許されるタイプ。それにだ、ナボリスを沈めたいというのはこちらも同じ。そうだね。お前も見たであろう。巨大な砂嵐をまとい近づく者に雷鳴を落とす神獣バナボリスの姿を、うん、どうにかしてあれを止めねばならぬが、我々だけではあれを鎮めることはできぬ。お前が英傑というのであれば中に入りナボリスを鎮めてきてはくれぬか。うん、まだその者の正体もはっきりせぬまま、そのような重大なことを任せるというのはいかがなものかと。まずはどうでしょう、カブトの奪還をそのものに頼むというのは。奪還？カブト？うん、神獣奪還って書いちゃったよタイトルに。なるほど、確かにな。カブトってなんだ。
実はな、ナポリスの雷に唯一抗うことができるゲルト族の神器、雷鳴の兜、あろうことか族どもに奪われてしまってな。ご心配なさらずとも、本当に英傑だというのであれば簡単に取り戻してくれましょう。何言ってんだこいつ。ああ。神器を盗んだ族に関しては兵士たちが詳しく知っている。まずはその先の兵舎にいる隊長チークから話を聞くのがいいだろう、うん、あれがないことにはナボリスに近づくこともできぬからな。やばいね。それにしてもこんな珍客が訪ねてくるとは。これもウルボザ様のお導きかの。そうだよ。かわいい。神器を奪われてしまうとはこの国始まって以来の失態であろうな。ウルボザ様や先代に合わせる顔がないわ。民も幼き王の非力さを実感しているのだろうな。うん、そうだよ。お月の者たちのせいだろ。族から守れなかった。そうそう。その通り。私がもっとしっかりしていれば。苦労かけんな、ビューラ。あ、大変じゃん。上がったよ。族ってまさか。まさかな。伊賀団。じゃねえ。こいつか。おお、チークかわいい。おお、なんだ貴様は。ここ族長様にお仕えする兵士たちの通名書。聡明だね。よかったね。ゲルドの民は安泰やね。特に今は族のせいでいつも以上に警戒状態にある。一般人が観光気分で入ってきていいところではないぞ。奪還しに行きます。おお、みんなで行こうよ。あんたたちの責任なんだから。うん、あ、やっぱり伊賀団なんだ。我が国の神器が奪われ、みんなピリピリしていてな。まあな、チーカー族だしな。族のアジトがカルサーダニにあることは突き止めた。はあ、イーガ団と戦うってことか。兵士たちも疲れ切っていってちょうど人手がないか探していたのだ。あ、疲れ切ってんのか。うん、わーいって言って我々に協力してくれることになった。しっかりサポートしてやってくれ。おお、やった、任せな。おお、ありがとう。この盾綺麗、すごい。はーい、いいなあその盾、いいなあその盾。バレッタ、かわいい名前。バレッタちゃんなら族のアジトを覗いてくる。張り切って出かけていきました。いや、嫌な予感がする。でもどうしたんでしょう。もう二日も殺されてんじゃねえか。バカ者。ああ、本当だよ。ああ、ちょっと見に行ってくるって、もうフラグだからねそれ。リンネル大丈夫この子。うん、あああ、いや、この子だけ100周走らせればいいんじゃない。ああ、我々はどうしたら。今考えているところだ。ああ、行ってあげるから待ってて。ん？どこだ？お？うん、もう行っちゃえ。任せろ。バレッタちゃんと、お面？あ、お面じゃねえ、なんだっけ、なんだっけ、帽子、なんだっけ、仮面、こっちか、
欲しい。あ、そうだ、私いいもの作ったんだ。なんかで作れたんだよね。見てくださいこのやばいやつ。やばすぎ。登り放題や。よいしょよいしょ。なんだっけ、人参かなんかで作ったんだっけ。制服キーをつい、あ、え、プロドラ、雷の人か。雷の人を知ってる。雷以外が見つかんないんだよな。どっかでなんか火みたいのを見た気がするんだけど。あ、そう、ガッチュ人参かも。人参5個でね、できた。ドラゴーン。八朔先生。お、なんだ？うわぁ、絶対ここだ。なんかやばそうな感じする。いける？あ、やばい。そう、振りが早い方がいいな。いる？いない？ここもういるんか。アジト的なあれなのか。わっ、えっ、こんにちは。敵おる。わっ、すごっ。お邪魔します。お、なんだ、火があるね。ここに火を。え、なにこれ、気持ち悪い。ニョロニョロして、しましましてる。二連弓。おお。いただいていこう。ふぅ。くっ。ダメか。これいらね。あ、トイマチ使う？なんか、二個もあるな、タイマチ。お、松明めっちゃあるな。松明使いってことだ、これ。戦闘し、飛ばした？今、戦っちゃったからダメ。イエーイ、飛ばした？お、道が現れた。ここなんだ。うっかい。じゃあ、お宝ないの？お宝。この辺ねえかな？お、あるじゃん。50円か。しけてんな、甲賀団。甲賀団じゃねえ、伊賀団。似てるな、甲賀も伊賀も。ダミーなんです。あー、来た！よっ。追われる。ライネルの大敵。あ、なに？いっぱいあるね。どこやねん。強い銃使うっていうね。うわぁ、アイスっていいもんないな。はい、待つ。よし、ゴー。何が起こるかわかんないから一応セーブしておきましょうか。本来ならアジノとの手前で戦闘があったんです。飛ばした。変なとこから来た気がする。飛ばした、全部飛ばした。え、なんだ、あ、いた。これバレッタちゃんだろう。なんかお札み、うわ、ここへいら、お札みたいの貼って。お、バナナ、食料ちゃんともらえてんだ、よかったね。これ持ってっちゃったらこの人死んじゃうよね。なんとかして逃げないと。おい、あなたこんなところで何してんの？助けに来たよ。おお、奴らに見つかったら仲間を呼ばれて一巻の
終わるよ、うん、せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど、気を引く何か、あいつら警備してるかバナナ食べてるかぐらい何もしてねえじゃん。あ、バナナが好き。あ、そういやさ、イーガーダン倒すとさ、バナナ落とすよね好きなんだ。うん、あ、バナナでなんかしろってことか。じゃあもらっていくよ。倒すってことか。見つかっちゃダメだよね。すげえ強い、やば。ああ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 あ、これ完全に知ってる、すげえだね、マジか、そういう感じ。あ、はいはい、頑張るしかないなこれ。あー怖い、すげえ緊張すんな。一からやり直し。これ絶対見つかっちゃいけんやつだ。不意打ちで倒せんのかな。これを一応食べとくか。よし。あ、バナナっつってたもんね。バナナを使うのか。封じできるかちょっとやってみる。予想ではもっと遅かったんだけどな。え、これ見つかんないでいける？ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。